ダイエットに苦しむのはもうやめましょう。富永です。今日は脂肪燃焼効果がある水の飲み方について解説します。インスタグラマーが水を3リットル以上飲めって言ったから、とにかくたくさん水を飲むようにしている。水は全然意識してなくて全く飲んでいない。水分補給はコーヒーからが主になっている。水に関しては様々な悩みを抱えている人がいます。水っていうのはですね、ダイエットの基本で、正しく飲めばめちゃくちゃダイエット効果が高い飲み物なんですが、間違った飲み方をしている人が多いっていうのが現状なんです。水は間違った飲み方をしてしまうと、痩せないだけでなく重大な体調不良を招く可能性がありますので、注意が必要になります。今日の動画を見ることで、正しい痩せ水の飲み方が理解でき、世の中に溢れている間違った水の情報に騙されなくなります。水の飲み方で悩んでいる、もしくは水をほとんど飲めていないという人は、ぜひ動画を最後までご覧ください。では早速内容に入ります。脂肪燃焼効果が上がる水の飲み方。1つ目、寝る前と起きた後にコップ1杯の水を飲む。まず水を飲むタイミングとして、必ずですね、寝る前と起きた後にコップ1杯の水を飲むようにしましょう。なぜなら、寝ている時は大量の汗をかいて、起きた時に脱水になっているからです。具体的にはですね、寝ている間に人間っていうのは約 300ml の汗をかいています。まあ 300ml って結構な量ですよね。なので大げさに言うとですね、寝起きっていうのは脱水の状態になっているんですね。水っていうのは体の中で代謝や味覚、体温調整など様々な役割を担っていて、脱水の状態だと代謝も悪くなるし、味覚も鈍くなって食べ過ぎてしまう可能性が高くなるんです。もちろん脱水になると肌のみずみずしさもなくなりますので、見た目的にも良くありません。そうしたらですね、脱水を予防するために飲んでほしいのが寝る前と起きた後になります。どちらも常温のコップ1杯 200ml 程度の水を飲むようにしましょう。中にはですね、白湯じゃないと体が冷えて痩せにくくなるよっていう情報もあるんですけど、そんな情報は無視して大丈夫です。よほどですね、氷がガチャガチャ入っているような冷水でなければ気にする必要はありません。また朝一の水ってのはですね、胃腸を刺激して排便を促してくれます。なので特にですね、便秘気味の人は必ずですね、朝一は水を飲むようにしてほしいんですが、水にレモン果汁や 2,3 滴のにがりを入れると排便の効果っていうのは高くなります。レモンのビタミン C やにがりのマグネシウムが腸を刺激して便通を促してくれるんですね。まあとにかくですね、寝る前と朝一っていうのは水を飲むべきゴールデンタイムになりますので、欠かせないようにしてください。脂肪燃焼効果が上がる水の飲み方。2つ目、約 1.5 リットルの水を飲む。水はですね、飲むタイミングだけじゃなく適量飲むことも大切になります。そしてですね、その適量っていうのがですね、おおよそ 1.5 リットルになるんです。いろいろですね、情報を見ている人は、水は1日3リットル以上飲みなさい、このような情報を見たことがあると思いますが、汗をですね、大量にかいていないのであれば、そんなに飲む必要はありませんし、飲みすぎてむくみを強めてしまったり、最悪の場合はですね、水中毒という状態になってしまう可能性があるんです。そしてなぜ1日だいたい 1.5 リットルかっていうと、1日にですね、汗や尿、便などで出ていく水分の量っていうのがだいたい 2.5 リットルなんですね。食事を普通にしていると、ご飯とかの水分でだいたい1リットル取れることになるので、残りの 1.5 リットルを水で補わなければいけません。またですね、代謝水といって体の中で代謝の過程で作られる水分っていうのが 0.3 リットルあるので、正確に言うとですね、飲み水として必要なのは1.2 リットルなんですが、ただですね、やっぱり足りてない人ってのは意識しないとなかなか取れないこともあって、少し多めのですね、まあ 1.5 リットルを目安に取ってもらえばいいです。あとはですね、尿の色が濃い、尿の回数が少ない、量が少ない、喉の渇きが頻繁に起こるといったような状態であれば、飲む量を増やすなど個人の状態に合わせて調整するようにしましょう。とにかくですね、水ってのは飲まないのも問題なんですが、飲みすぎもダメで適量飲むっていうことが大切になりますので、必要な量はだいたい 1.5 リットルということを忘れないようにしてください。脂肪燃焼効果が上がる水の飲み方。3つ目、緑茶を混ぜる。水分補給のメインっていうのは水がいいんですが、そこにですね、緑茶を混ぜるっていうことをお勧めします。なぜなら、緑茶には高い体脂肪燃焼効果が期待できるからです。具体的にはですね、緑茶に入っている EGCG と呼ばれるカテキンに体脂肪燃焼効果があることが明らかになっています。なので緑茶をですね、日常的に飲むことによって体脂肪っていうのは落ちやすくなるんですが、だからといってですね、緑茶ばっかり飲むのは緑茶のカフェインの取りすぎにつながるのでよくありません。
なのでイメージはですね、 1.5 リットルのうち1リットルは水から取り、残りの500ミリリットルを緑茶から取ることをお勧めします。ただしですね、さっきも言ったように緑茶にはカフェインが入っているので、できるだけですね午前中に緑茶を飲んでしまい、夕方から夜は避けることをお勧めします。特にですねカフェインに敏感な人は夕方以降にですね緑茶を飲んでしまうと睡眠の質が下がる可能性がありますので注意してください。おすすめは朝一にコップ一杯の水を飲んで、その後から午前中の水分補給っていうのは緑茶をメインにして、午後からは水を飲むというパターンです。まあ、緑茶もですねベストは茶葉から入れたものなんですが、ペットボトルのお茶でも十分効果はありますので取り入れていくようにしましょう。体脂肪燃焼効果が上がる水の飲み方4つ目、空腹を感じたら水を飲む。お腹が空いたと感じた時はですね、とにかくまずは水を飲むようにしましょう。なぜなら喉の渇きを空腹と勘違いしてしまっている可能性があるからです。お腹は空いてないんだけど何か口寂しくて食べたい、このような経験はほとんどの人がしたことがあるはずです。当たり前なんですけど、お腹が空いてないのに食べるっていうことを続けているとカロリーオーバーで太ることになります。そしてお腹が空いてないのに口寂しくて食べるっていうことの原因には喉の渇きが関係していることが多いんですね。喉が渇いていることをお腹が空いている、何か食べたい、食欲だと勘違いしてしまって食べてしまってるわけです。なのでお腹が空いてないんだけど何か口寂しいっていう時はですね、とりあえず水を飲むようにしてください。脂肪燃焼効果が上がる水の飲み方5つ目、こまめに分けて飲む。先ほど話したように適量飲むことが大切なんですが、同じくらいですね一気に飲むのではなくこまめに分けて飲むっていうことも重要になります。なぜなら水は1回で体に吸収できる量っていうのが大体決まっているからです。具体的にはですね、1回で体に吸収できる水の量っていうのはおおよそですね 200ml から 250ml というふうに言われています。それ以上飲んでしまうと吸収できずにですね尿として排泄されてしまうんですね。さらに一気に水を飲みすぎて尿の排泄能力が下がってしまうと血液が薄くなって水中毒という病態になってしまう可能性があります。水中毒になるとめまいや頭痛、疲労感、むくみなどが出て、重症化すると嘔吐や意識障害、脳浮腫といった命の危険にさらされることもあります。もちろんですね水中毒っていうのはよっぽど大量の水を飲まないとなりませんが、水っていうのはですね1回でやっぱりどれだけ多くても300から 500ml に抑えるようにしましょう。先ほども話したようにですね、起きた後と寝る前はそれぞれ 200ml を飲んで、あとはこまめに飲むことをお勧めします。どうでしたか？ SNS の情報を鵜呑みにして1日に3リットル以上飲んでいたという人もいたのではないでしょうか。水はですね体にとって必要不可欠なものなんですが、取りすぎも体にとっては良くないので、正しい知識を持って適量飲むようにしてください。はい、今回の内容は以上になります。今回の動画が役に立つと思ったらグッドボタンとチャンネル登録お願いします。また今年中にチャンネル登録者数20万人を目指して一生懸命頑張りますので、まだチャンネル登録をされてない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた。